どうもポリプロパラピレンです。今日は2019年の3月の3日日曜日。いやー天気いいな。もう春ですわな。風もないしポカポカ陽気だし、まあ今日もいつもと変わんねえ動きかな。ラーメン食ってどっかプラプラして終わりみたいなね。いやー今日本当穏やかだ。もう春だわ。すっかり春、完璧に春ですよ。ほらもうちゃんと電柱に線が引っ張った。ここのためだけ、このポンプ施設のためだけにこれ電柱引っ張ったってこと。すげえな。もう今日結構人いる。結構と3、4人か。いやーなんかポカポカすぎて集中力なくなってんのかな。ほーっとするね。水井母神様、朝日神社の水井母神様って何なのね。おお、うまいこと風乗るよね。仙台41キロ。行かないけどね、仙台は。というよりも、ナビが受信してね、なんで今未だにこうなんだ。絶対ナビ壊れてるこれ。引っ越しの境が引っ越しシーズンだな。そういえばな、考えてみれば生姜醤油ラーメンってうまいのかな。ナナ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 あー今日も食っちゃったよ。腹いっぱい。どれ行きやすか。なんか出る。ぼや。何野焼きやって怒られてんのかな。あれ何なんだろうね。なんであそこでなんかこう長所みたいに捉えてんの。いやちょっと今日食い込む方面行ってみようかな。どんな感じか。ジャブ程度。いやもうほんとすっかり春だな。なんでしょうこのまったりとした感じ。ほんとまったりしてるよな。なんか全身の力がこう抜けていく感じ。いい飯食った後つまんのかな。お、ちゃんと飲んでる。何だったんだろうね、さっき。県道59。ああ、久々。3ヶ月ぶりぐらい。いいね。これもメインのツーリングコースなのかな。のどかな田園地域ですわね。この辺も。またマニアックな道だよね、これも。いや本当にこっち方面も雪ないね。おお、コリー。あれなんかすげえ昔なんだっけ、日曜の朝にやってたなんかコリー犬を主役にしたなんかドラマあったよね。あれなんつったっけ、頑張れラッシー。あれ違ったっけ、なんだっけ。刑事犬カールとなんかこんがらがってんな。なんかラッシーだかなんだかってあったよね。名犬ラッシー、なんかそんなタイトルだったよ。あれよく見てたな、あれ。そう、確か名犬ラッシュだったよ。覚えてる人いるかな、俺。結構好きで見てたな、そういえば。なんか事件を解決していくんだっけ、名犬ラッシュって。でも、いや、でも普通の一般の家に飼われてる犬だったような気もしなくもないけど。ねえ。そうそう、名犬ラッシュ。
っすらと雪が見える、あれは何だろうね、あれが栗駒山なのかな、どうだろうね、さすがにあっちは行けねえんじゃねえか。でも花山の奥なんて行けんのかな、ちょっと試しに行ってみ、いやー無理だな、冬季閉鎖だと思うな。この辺よくない、ちょっと撮ってこいよ、全然撮ってないからね最近ね、そういう視点ね。監督、次はどこ行きますか。いや、分からんね。まあ、走ってみよう。そうっすか、監督。ラジャー。いや、結構内陸来てっけど、ほんと雪ないな。どこだったの。お、しかも結構、客いるね。クリコマー。やっぱ今年雪少ないんだわ。そんなことない、やっぱり。日陰はある。これすごいでしょ、なんかね、ちょっと見てみよう、せせらぎ水車、まあこれは完璧人工的なもんなんだろうけどね、おそらく。やっぱ雪あるわ、これ危険、これは危険だわ。ダメだね。やめた。